初当たりを引け。え、ちょっと待って、あー、やったー、行っていきます。おう、負けやよ。よしよしよし、400いった。おう、引いてます。引いてる。ありがとうございます。じゃあ残念、いや、ゴールの一歩手前ですね。くいや、やだ、もろた、いきます、負けないよ、いただきます。はい、フェニットセイヤ海洋覚醒 SP でございます。まあ感想したらこういう感じの台になってきますよね。今日頑張ります。まずは突破させないと。なんかガイドの DVD かなんかでミッション系の時に完走させなきゃって初めて何気に初打ちで打って、そしたら2回も完走しちゃってめちゃめちゃ甘いなと思いました、その時。まあでも結構奇跡、奇跡っちゃ奇跡だったと思うんで、どうなるかわからないですけど。おっ、あ、とりあえずゲーム数ですね。こんなとこで来んな。ゲーム数で奇跡的に当たってくれるととっても楽だけど、そんな簡単にはいかないと思うんで、まあ、でももう少しでね、コスモポイントも1000ポイントたまるので、そこに期待したいです。はい、ダメだ、フリーズあったかな。あ、でもアテナフリーズとかがあるかも。ポセイドンフリーズか。時計ステージから発展するかね。おお、え、強くない？え、あるかな。実はおお、行くぞ、行けんの。あ、いやー、あ、いやーっつっちゃった。ダメです、足んないか。あ、まだでも日時計ステージで、おう、そう、でも、あ、そっちのチャンスね。お、赤ありますね、一応。引いたのはジャックチェリーだけど、コスモポイントが1000に行ったので、で、SP の場合はコスモポイント1000で全設定共通、14.8 分の1だったかな、まあ、約15分の1ぐらいで GB 当選できます。なくはないですね。しかも最後だしな、当たんじゃない、これ当たんないかな。おお、一気熱い、やっぱり暑かった。あ、買って、うん、もう一回、うん、もう一回かな。それでもう当たり、やったー、気づいてました、やりました。早かったな、これも。285ゲームです。1000円追加入れたので、総投資、最初の2000円と合わせて3000円投資になります。参ります。はあ、さあ、ゼネラルバトル入ります。3戦突破でクリア。あー、クリッシュマー60、いや、でも 60% ぐらいはあるはず。行きます。ちょっとクリッシュなんですけど、え、あ、いや、普通の、そっか、いや、大丈夫、それなら弱い。お、待って、なんか似てる。あー、待って、おい、1戦目で、ま
スイカは弱いもんな絶対。ああよかった復活した。よしよしよし。お、せいや青いけど当たるかもしんない。うわー厳しいかな。あわマハロスに。おお避けたよ。おお、え、もうこれは行こう、ダッシュ行こう。どうなったかな。多分5号機の方じゃあんま出てこない手がするけどな。甘くないとは思う、甘くないとは思うけど、やだ。あ、弱い。え、マハロウシニじゃない。いや、ちょっと待って、お前ここは立ち上がれ。いや復活復活お願い。あ、終わり？終わりだな。終わりか？終わりですね。は。あ、そうか。あ、ここじゃないんだ。あ、あと1回だったのに。めっちゃ惜しかった。青になったけど。うわ悔しい。しょうがないか。まあでも正直聖夜海王学生スキーで天井までだったら全然痛くないです。それぐらいは覚悟して打つ台かなと思ってるんで。まあできないと痛いけど。なんだ、一応500のところはまあまあ強いはずだからな。発展、あー負けて12球。あれ勝った、あれさすがチャージ、あれ、え当たった。え、そんな、あ、え、あはい、当たりました。全然もうコスモチャージがどうせ12球いくんだろうなと思って、まあ、食ってたからね。当たりました。532ゲームです。びっくりした。総投資8000円になっちゃいました。よしやるぞ。はい、またクリシナ。いや全然指名どうしよう。おお、わあジャックリー、 やれるよせいや。いやそれだったら全然大丈夫。いや立ち上がれ。およし OK。 あ怖いよ。あお願い、ちょっと気をつけ。いやなんでジャックでばっかり。いやもうやだ。あ、よし、あ、頑張ってるよ。ウェイ、よし、ここまではこれだな。あ、ちょっとあなた、あー、スイカか、スイカだ。ウェイ、ちょっとすごくない？レア役すごいけど何も作用していない気もするけど。おねぎりだ。あ、止まらないぜ。いやなんか良さそうな気がしてます。いや
一周行きますか。行くしかない。あー悔しい。なんで3戦目絶対ダメなんだろう。おそらく今回も通常モードなんで500ゲーム台もまあまあ今回もあるはずなんですけど、516ゲーム。お、強いな炎が。あー当たる。あ、はい、怒られた。え、当たんないの。変わらないですね。一気、あー助けに来てます。大丈夫、当たります。はい、536ゲームです。あ、今回も靴は貯めれてないと思うんで、突破できっかな、お願いします。いやー、おおおお、なになに、お、巨人、巨人、やった、結構ストックいただいてます。あーよかった。せっかくさっきまでの流れでいくと一戦だけが勝利をもぎ取れなかったので、さっきと同じようにいけば今回はラッシュ入ってくれるはず。いやでもな、怖いな。トントン、お手にください。よし、一応ストックは1個いただきましたので、ファイヤー、はいはい、よしよしよし、え、大丈夫、わお、よし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 、いいよ、あーお願いします、ここ、いやーそれんとか、いやーそんな無力なんて、やばいやばい、なんで、あーでも弱いのにね、毎回逆攻撃くんのに、せや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 、嘘でしょ、終わった、そうマジなんな、わーきつい、毎回毎回3戦目、もうちょっとゆるハーデスが空いてるんで、ゆるハーデスに来てもいいですか。あのこれ以上はもう、はい、ということで、ゆるハーデス、あなたの夫ハーデスにやってきました。128ゲームあってますけど、今日ぶらってますね、さっき出してましたもんね、ずっと朝から埋まってて来ましたので移動しました。とりあえずゴッと引いて、ちょっとね、ちょっと軽いんで今までの8192よりは6500分の1ぐらいかな、約なんで、それならもしかしたら引けるんじゃないか、そしてフリーズさせられるんじゃないかという魂胆です。でフリーズの種類もいろいろあるんですけど、フリーズはどれでもいいんですよね、とりあえずなんかフリーズらしいフリーズがあれば OK、
ともう2400枚狙ってる時間がないのでシフトチェンジです。引きますよ引きますよ、そりゃ引くために今ユルハーです打ってます。お、3連ダイヤ、おお、あ、そういうことね。4連しまして、やっと。もう一個引きたい、もう一個引きたい。あー、それはむずいです。はい、まあでもとりあえず4連したんで、もうちょっとで500ゲームいくところでしたけど、73ゲームです。やっとゆるチャレ入れました。やばい、今年一番6000円。ああ、犬は無理、犬は無理、うん、歯です、行こう、歯です。あ、まあいいや、お姉さんでも行けるはず。行きます。終わる。ああ、フリーズするときっていつも何考えてんだろうな。絶対フリーズのことは考えてないんですよね。なんでここまでもう欲丸出しでレバー叩いてるのがもう間違いっていうか、投資が1万9000円か。お前か、犬か。お、なんか強いぞ。まあ、ワンチャンあるかもね。赤まで行けば、お、行った、赤まで行った。これは期待してもいいんじゃないかな。信じてる、ブレスでタックル大丈夫。あ、強めのやつって、デカプッシュ来い。ね、ちっちゃいなちっちゃいな。あ、やったよかったです。ちょっと不安だったけどダッシュ入りました。まだフリーズは引けてないですが、ここでよし、1万9000円か。これ結構出さないと回収できないですね。あかんあかん、終了。まあ、35ゲームの復帰ゲーム2と合わせて75ゲームスタートになります。あ、またはい、うー、でそう、310枚無料だ。よし、141ゲームゆるチャレゲット。おー、やった、 OK、 よっしゃー、入りました。もう一度ラッシュ伸ばそう。残念か。まあでも結構乗せれました、75ゲームおー、砕いた。ちょっと俺今右歩いてたのか。おったー、全然乗せれんかった、10ゲーム。はい。あ、終了画面はデフォだけど。448枚です。カンカン来ましたね。これ、これ引いて、いいもの当たったら、もう一回サイコロ振れるんですよね。いいですか、引いて。ありがとうございます。じゃこれで、ちょっと待って、ちょっと待ってください。違う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 、えいっち
終了です。お疲れ様でした。あ、疲れた。はい、本日ですね、いろんな台を打ちまして、まあ無茶ぶりもいろいろとトライしたので、もう朝のことがね思い出せないぐらい長い時間いたように思うんですけれども、最後の最後の無茶ぶり達成ならずということで、はい、残念ながら。いや、フリーズ弾けないよね。もう朝からゆるハーデス行ってたんだったら弾けるかもしれないですけど、ちょっと取れなかったのもあり、まあ、あと完走もね目指そうとしたんですけどちょっと難しかったなと、言ったところでした。無理だ、あの無茶ぶりは。投資が、全部で19,000円、1900枚投資ですね、の回収が497枚ということでマイナス1403枚。いやー、できない、やれないもんですね。最初はすごく調子良かったんですけど、どうもね、ちょっと何がいけなかったんだろう。聖夜サンスルーが良くなかった。あれは完全に良くなかった。全部3戦目だもん。残念です。まあちょっと思い返してみると、でも4回とも全部マイナスじゃないですか、もしかして。これはやっちまったな。まあでも4回であのスゴロクゴールするのも結構大変だよって言おうと思ったけど、まあ、ミッションがねちょっと難しかった、無茶振り難しい部分もあったんですけど、まあちょっともうちょっと回数あったらなみたいなふうに思います。まあ、なんで、まあ、サードシーズンはこれにて終了になりますけれども、また次があるのかないのか、ちょっとまだねふわふわっとした状態ですが、毎回ね同じこと言ってますけれども、また、どこかで、皆さんとお会いできると嬉しいです。ということで、サードシーズンも皆さんお付き合いありがとうございました。お疲れ様でした。バイバイ。